皆さんこんにちは、ミフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はまた Amazon がタイムセールを行うということで、それの対象商品で特におすすめの器具をいくつかピックアップしていきたいと思います。今回この Amazon のタイムセールですね、タイムセールの本チャン自体は明日の金曜日ですね、6月2日から行われるみたいなんですけれども、なんか今回はその前日のこの6月1日木曜日に先行セールというのをやっているようなので、そちらも合わせて見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。それでは早速見ていきましょう。こちらが Amazon のホーム画面ですが、今回こちらですね、このタイムセール祭り、しかも先行セール実施中と書いてありますので、こちらを見ていきましょう。まずこちらの特設ページを見ていただくと、毎回ご説明していますが、今回もこのポイントアップキャンペーンというのをやっているようです。ログインしていただいた状態ですと、キャンペーンにエントリーするというボタンが発生していますので、こちらを押すことによって購入期間、このセール期間中ですね、金額を1万円以上購入するとポイントが上がっていくというキャンペーンを毎回このタイムセールの時はやっているので、今回もこのキャンペーンやっております。ワンクリックするだけで自動に登録されるので、もし Amazon のこのタイムセール祭りの期間で何か購入しようと考えている方いらっしゃいましたら、まずはここでクリックしていただいてキャンペーンに参加していただくのがいいと思います。やるにあたって特にデメリットもないので、まずはここをクリックするっていう感じがいいと思います。このタイムセール祭りというのは6月2日金曜日9時から4日日曜日の23時59分までやっているものなんですけれども、今日6月1日木曜日なんですが、先行でこのタイムセール祭りの商品の一部だけ割引して販売するということをやっているそうです。なんか先行セールとかやるんだったら、もういっそのこと6月1日から全部セールにしてくれればいいのにっていう、なんか複雑な感じはありますけれども、とりあえず今日の段階で安くなっているものを見ていこうと思います。また6月2日の金曜日になりましたら、本ちゃんの方でさらに安くなっているものいくつか出ると思いますので、その時またカメラを回したいと思います。それでは現時点で安くなっているものを見ていきましょう。まず1つ目、マキネッタですね。直火式のエスプレッソとかも言ったりしますけれども、このビアレッティのこのエスプレッソメーカー直火式モカエキスプレスが安くなってますね。通常価格の 44% オフという感じです。普段通常価格で買う人もあんまりいないかもしれないんですけれども、この 44% オフは結構安いのかなと思います。ご家庭で簡単に濃いコーヒーを入れられる器具ですね。業務用のエスプレッソマシンと比べると味わいっていうのは結構異なってくるなぁとは思いますけれども、直火式のエスプレッソも美味しいコーヒー豆使って入れていただければ非常に美味しい濃いコーヒー飲めますので、ちょっと買おうかなと思っている方いらっしゃいましたら、このタイミングで買っていただくのがいいかもしれません。それではサクッといきましょう。次、こちらがイージープレッソの K ウルトラ。以前ミフコーヒーでも紹介させていただきました。イージープレッソの中でも一番ハイエンドモデルになりますね。もう見た目がかなり質感の高い手引きミルですね。これ元々の価格が高いので43,080円、それが 10% オフということで、もこの 10% オフの割引額っていうのはかなり大きいので、これはかなり買おうかなと悩んでいる方にはいい情報なのかなと思います。結構 EG プレスと他にもいくつか割引されているものありましたので、そのあたり Amazon でチェックしていただくのがいいかなと思います。スタレストミニエスプレッソマシン、これもニフコーヒーで以前レビューしました、最近レビューしたものなんですけれども、家庭用でエスプレッソを入れるんでしたらかなりこれはおすすめですね。まず非常にコンパクトで、しかもきちんとしたエスプレッソが入れられます。やり方としては電気を使わないで何度かポンプをして圧力をかけていって抽出するというやり方なんですけれども、エスプレッソ引きができる手引きミルと合わせてご家庭で購入するんだったら、これは結構いいのかなと思いました。
日常的にエスプレッソを飲むんですって方でしたら、もっとしっかりとしたものを買ってもいいのかなと思うんですけれども、コーヒーが趣味でたまに自宅でもエスプレッソを入れてみたいなという方でしたら、このスタレストミニのエスプレッソマシンは非常にお手軽ですし、本格的な抽出もできます。で、使わないときは非常にコンパクトにしまえるということで、家庭用のエスプレッソマシンとしてはちょうどいい設計なのかなと思います。あとはネスレのネスプレッソのカプセルも使うことができるというのも結構利点かもしれないですね。たまに手軽に飲みたいという感じでもご利用いただくことができます。じゃあですね、ポダムのビストロですね、電動のコーヒーグラインダー、まあ、コーヒーミルで私が結構おすすめしているものなんですけれども、1万円しない価格で、それで非常に使い勝手も良くて、家庭で飲むんでしたらこれぐらいの均一性があればもう十分かなと思います。よくニフコーヒーチャンネルでおすすめしているタイムモアの C2MAX とか C3MAX とか、あれと比べると微粉は少し多く出ちゃうんですけれども、それでも電動のグラインダーでしたらこの価格でこのヒーター後の粉の均一性とか十分美味しくコーヒーが入る範囲で引けますので、これは結構おすすめですね。白色だと8400円ですし、ブラックだともうちょっと高いですけど8877円という形で買うことができます。で、以前これを紹介した時にコメントでいただいたんですけれども、コストコの会員の方はオンラインショップがあるんですけれども、そちらだとさらに安く買えるよという情報を共有していただいたことがあります。ちょっとお見せしますね。はい、こちらです。私もコストコの会員になっていて、まあ、ちょこちょこコストコには買い物に行ったりするんですけれども、オンラインストアもその会員になっていると見ること買うことできるんですが、こちらですね、全く同じものがコストコだと送料込みで6780円で売っています。これは本当に安いですね。まあ、今回Amazon のタイムセールのお話からちょっと脱線しちゃう感じになるんですけれども、コストコで売ってるものに関してはたまに異常に安くなっているものもあったりしますので、このボダムのビストロに関しては6780円で買うことができます。これも一つ覚えておいていただくといいのかなと思います。はい、というわけで今回は Amazon のタイムセール祭りの先行タイムセールについてお話ししてきました。まあ、これに関しては、まあ、割引になっているアイテム結構少ないのでそんなにバリエーション多くなかったかなと思いますけれども、明日の本ちゃんですね、6月2日から始まる本格的なタイムセール祭りに関してはもうちょっといろんなものが安くなるのかなと、まあ、期待しておこうかなと思ってます。またこのタイムセール祭りに関しては在庫が設定されていたりしますので、昨日安かったものが今日はもう通常の価格になっていたり、在庫が切れて品切れになっていたりするっていうこともありますので、まあ、先行のこのタイムセールの段階で買おうかなと思ってたものが安くなっているんでしたら、なんか価格はさらに安くなるってことはないみたいなことは書いてありましたので、このタイミングで、まあ、在庫が切れる前に購入していただくっていうのもいい判断なのかなと思います。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録やご質問や何か動画のリクエストなどありましたら、コメント欄へいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。